まずはキーボードを作りましょう。右上の編集を押して、このようにまず行を選びます。するとこのように点キーの画面が出てくるので、選択してここに自分の手書きの文字を入れます。この場所に入れるのは、ここにヒントが出ているので、ハを書きます。ハで保存すると上に入力されます。これを一個一個入れていきます。ヒフヘホこれでハ行が完成しました。これで全部ア行から和行まで全部入れると、このように自分の手書きの文字の点キーが入ります。では文字を入力してみましょう。アップバンク、このように私の手書きの文字で文字が入力できます。また文字だけじゃなくて、記号も登録することができます。記号にはこのように手書きのイラストを入れたりできます。アップバンクリンゴ、これは英語ですね。こんな感じで文字が入れれます。これを送るときはこのメールを押します。するとメッセージ、メール、LINE、保存、4種類選べます。今回はじゃあ LINE で送ってみましょう。するとこのように画像として保存されるので、画像を送ることでこのようにちゃんと相手に送れます。このように手書きの、メールを楽しんでみてください。